人取り残されない未来のためにつながる絵本 4SDGs。 SDGs、 それは2030年の未来の形。大人のための運動会、目指すのはこちら。企業の成長を促す。体育館で運動会。参加しているのは、みんな大人。運営するのは株式会社運動会屋。どんな会社なんだろう。企業様の運動会を企画運営している会社です。リモートワークが広まってきた今、企業ではコミュニケーション不足が大きな課題となっています。そこで社員同士が仲良くなるきっかけを作ろうと、運動会を実施する企業が増えてきているんです。この会社はそんな企業運動会をサポート。企画から競技用具の手配、プログラム運営などを行います。この日行われた運動会では300人以上が参加。4チームに分かれて戦いました。若手とベテラン社員が協力する種目を取り入れるなど、交流しやすくなる工夫もしています。他の部署のところの人との関わりがほとんどなかったんで、こういうところで一丸となってやれたことがいいことだったなと思います。これまでに開かれた運動会は2000回以上、総勢で53万人もの人が参加してきたんだって。さらに日本の企業だけでなく、インドやルワンダなど海外でも運動会を広めています。みんなとっても楽しそうだね。海外でもこの運動会の良さを広めていこうと、広い世界で運動会をやれたらなというふうに思っています。運動会でつなぐコミュニケーションの輪。